1871年のキャビネ版カードワシントンオリンピックスは1871年から1872年まで活動していたアメリカの野球チームワシントン DC に初めて結成されたプロ野球の球団であるワシントン DC では1860年代にナショナルベースボールクラブというアマチュアの競合チームがあり後にプロ球団なるが オリンピックスは1871年、ナショナルアソシエーションが創設された際、首都ワシントン DC のプロ球団として結成され先に、リーグに加盟した。チームはかつて無敗を誇った、シンシナティレットストッキングスのプロ選手を招き入れ、投手エーサブレイナード、保守ダグアリソン、サン・ルイシュ、フレッド・ウォーター・マンダを主力としたチームだった。 1871年こそ15勝15敗の5割の勝率だったが、翌年同じワシントンのナショナルズが加盟したことで、経営が行き詰まる。加えて、オリンピックスの控え投手だったビル・ステアンズは、ナショナルズに移籍し、オリンピックスの投手は、衰えが見えていたブレイナード一人になっていた。そのブレイナードも打ち込まれ、勝てなくなってしまう。 結局この年9試合を戦っただけでチームは解散。ナショナルズの方も0勝11敗と全く勝てず、両チームともあっけなく消滅してしまった。ありがとうございます。